はい、やってまいりました。いいよ、みんなちゃんと帰りたかったのに顔出しなくっているよね。毛布じゃない、そうだよ、それじゃない、それですね。式だから掛け式じゃないとダメなのよ。会員登録すれば今すぐ使えます。 20% オフだよ。あなたの 5% オフなんて全然文化30日は 5% オフ。何食べよう。ジェイさんが何食べるか僕大体じゃあ言って、そしたらそれ逆張りするからね。ミネさんが行った後に言ってもらえますか。今悩んでるのがヤンジャお蕎麦屋さんか花丸か長崎ちゃんぽんどれにしよう。なるほど、2店舗ぐらいしかない中で3店舗行ったらもう半分当たりだから。すごい悩む。僕はミネさんは間違いなくキンガーハット行くと思う。ちゃんぽんですね、意外に好きなの。野菜がいっぱい食べられるでしょ。でもあのヤンジャっていうところも気になる。多分ヤンジャって言ってますけど、ちょっと店名写してください。ジンヤって書いてます。いい、逆から読んでもヤンジだから、ヤンジャでもなんでもないんだけどね。大体で読んでますからね。日本語って左からですよ大体。あ、そうだね。すごい悩む。でもあったかいの食べたいから。リンガーハットだ。リンガーハット好きなんですよ。じゃあこれ持って行ってきて。イオンカード、うん、私自撮りしてるから。私は長崎ちゃんぽんのあったかいスープがあるやつ、よろしくお願いします。今日は年末のお買い物もあり作り置きをしようかなと思い、その食材も買いに来ました。すごい人、お昼時なのかな。今12時13分今日のお洋服はミネセレクトのパーカーです。ちょっとグレーっぽく見えるけど一応黒なんですよ、ね、ダークグレー的な。袖口にワンポイントあります。カバンはグレーのシャネルのカバンを持ってきました。お買い物なので両手が空くように斜めバッグをしてまいりました。あ、戻ってきた。何を買ったんでしょうね。ここ前はさ、ミスタードーナツがあったのにね、必ずここで買って子供たちにお土産にしてたけど、なくなっちゃったね。あ、いってらっしゃい。あった。7番来ました。そばとあれ、かけそばにきつねをつけてトッピングにできて、で僕はこういう学食みたいなカレーが大好きなんです。福神漬け、紅生姜大盛り入れてきました。どっちが紅生姜でどっちが福神漬けかわからない。これ名古屋風というのかな。ソースをちょっとかけてきました。美味しくどうぞ。ありがとうございます。これ買ったら今使ってるリモコンが古くなってきて新しくしましょう、うん、はい。これって勝手にリモコン操作できるの。できるよ。ううテレビ、DVD 全部これ1個にまとめられるのと、前俺研究したことあったよね。研究ネットフリックスってあるじゃん。こういうものが欲しいの私は。今うちのリモコン2つをこう操作しないとネットフリックスつかない。これじゃん。これうちパナソニックなんですよね。前福島に品川公園行った時に、はい、リモコンが YouTube ネットフリックスでくっついてる。それ見て影響されてる。これめっちゃいいってなっちゃったんですね。テレビ見ないの？あんま使わない。そうっすね、確かに。見ないのにこう、ね、スマホから写真だってちょっと作ってみる。スマホある？あるでしょ。初めてだね。許可しないと多分繋がらないですね。あ、許可しないと許可をしてスマートフォン、うん、どういよ。みんなしたことあんの？いや、ないですよ。これってスティックバター買えばいいの？そうです、塗れるんじゃないですか。すごくない？やってみよう。来た。じゃん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 。こんなん出ました。あー、かわいい。福島の行った時の、はい、家族写真です。これは林くんに贈呈します。お部屋にお貼りください。貼ります。玄米
べてあげようかなと思って、美味しいミルクと飲むヨーグルト。クリスマス用のケーキも買っていこうか。リルミニココのケーキとヨギミルクですね、とヨーグルト。ヨーグルトも凍ってるの、すごいね。このケーキはみんなでシェアです。なので味違うの買いました。ベリー、かぼちゃ、いちご。心配なのはリルが全部食べちゃう。よくご存知で。リルは一番これ好きなの。チーズ、チーズのこのクルクル。チーズだよ、全集合。8時だよですけど、それ本当。氷すごい、いっぱい入るよ。いっぱい入るよって書いてます。野菜室がないんじゃない？ここが野菜室です。あ、本当だ、野菜室あった。すごいね、これアイリス大山。でもさっきより小さいですよ、その横幅が。うち10人家族だからこれは絶対無理。長さ聞きましょうか。そしたらここじゃ遠くでしょ。生活中。あ、じゃあ課長ちょっとこれは外から見えにくいって少ないし、抗菌、防臭。あ、来ました。はい、今ついてるのが178、最長は202まで長さいけるみたいです。2枚あるんで汚れたら変えるっていう。はい、わかりました。たこ焼きやりたいっておっしゃってましたね。コンロの上にたこ焼き用のやつだよね。そうですね。どういった、ちょうどでした。あれ次どこ立ち寄ってね。はい、無視してちゃう。歩き方あれですけど。聞いちゃう。そうですね。ほら、30% もだって。よし。これ僕が買ったんですよ、あのダンパンを。あった。ほら、3000円になってる。またプライスダウンした。寝てる時さ、3000円になってる。ここからさらにこれ 20% だった。2400円だ。安くない？ああ、かれこれイオンに来て3時間経ちますけど、やっと本番ですか？やっと本番です。はい。マネーから LINE が来ました。あ、だってもう行くって。あ、いや、まだいるの？なんか乗るの？え？すご。イオンの店員さんだ。私、春菊も食べてくるの？あ、登場です。いいじゃん、大きい。あれもカリフラワーですか？カリフラワーの一種みたい。ブリドリ3パックですよね。3パックです。鍋ですか？こういう現象かな。これ、これ一つできるんだろう。80個だって。白あんだって、芋あんもあるよ。でもさ、このゆで小豆がさ、楽かも。こんな箱ごと取ることあります？お正月は揚げてみるけれど、それ以外の時はこれ食べて。マリュです。大好き。大納言にしようか。大納言といえば、サーティバ。大納言小豆。虫の成果はないの？黒虫されました。虫のプロです。
ていうかさ、歯ブラシどんなの使ってる？2つ使い分けてもらっていい？はい。時間がないときは多いやつで歯と歯茎を磨いて、うん、はいはい、時間があるときはちっちゃいやつで磨いて、ちっちゃい二通りお願いします。あれ、歯科衛生士さんですか？ヘッドがちっちゃくって、ここが薄いやつがいい。歯茎を磨くところがポイントなんです。そうなんです。なるほど。歯と歯茎のちょうど間が一番重要。僕は電動です。変な形のやつもありますね。こんな本当だね。何それ、磨いてみようかな。色ぐらい可愛らしい色にしとく。形はだって男らしいじゃん。なんかそうっすね。すごくない？これなじきはこれが好きなんです。こちらからいきます。はい、変えてみる。でもこれさ、ポテトサラダどれぐらいできるんだろうね。これはあんまりいっぱいはできないかも。これはいざとなったらリルたちにも使えるんで。野菜スープのポトフ作ります。さっきセリアで買ったバター。切れてないのって何だ。これ切れてみようか。はまればいいんですか ね。これこれこれ、このチーズのがよくない？中に入れるから、この電動欲しいな。ちょっとぐるっと回ってみる。はい、なんで大好きなの、うん、海鮮が好きなんですね。そう、電波もあるよ。あれ、これチーズ美味しそうじゃない？美味しそう。見てこれ、おしずしたよ。すごい。あれ、両方同じやつだよ。ダイナゴ小豆ダブル。ダイナゴ小豆2つですか？大ファンなんです。伝えました。アイスだらけ。すごい。こんなとこに、すごい悩む。こっちから行こうかな。カード2個使いで違うの。なずきの部屋かかしてたら封筒に入ったこのサバのカードが2つ出てきたの。もしかして0円かもしれないんですけど、すいませんって言ったら3000円入ってますって言われて、1万円入ってます。すごい。めっちゃ美味しそう。どうですか、見て。うわ、抹茶。皆さんはそれ何ですか？ポチリさん、すいません。これがクリームブリュレラテ。ブリュレが微妙でしたのそい。はい、後ろにはダイナゴ男が。そう。さあ帰ろう。食べ終わった。めっちゃいい匂い。ちょうどいいかと、美味しい。スタバの皆さんに、何が美味しいですかって聞いたんだけど、だから私はぬるい方が好きです。まさかの回答ですよね。だからいろいろ試したんでしょうね。働いてるからめちゃめちゃ良いたよ。4時間6分も言い過ぎじゃないですか。でもさ、まだちゃんと見切れてないよね。まあそうですね、あの重要なとこしか見てないですから ね。1日かからないと楽しめないってことですね。夜全体で言うと朝一番で来ないと。